俺どっからあげてるの、これは俺に言ってくるんですね。僕分かっている。いいですよ、その立ち回りは。そして今アホさんをやっていいからだ。さあリードはバゴン、おっとさあウミレさんが動きがおかしいな。さあ中段速い、そしておかしいな。さあ牛尾線はやってないと思われるが、中段と重ねていく。さあ、リリューでは、さあ、速いクラン、取ってくるのはバゴン、ハグレ、うなだれる。さあ、なかなか捕まえられないハグレ。さあ、クラン、速い、取り返していく、流れを取り戻すのか。さあ、ゲットは、さあ、集中、突き進んでいくバゴン。さあ、捕まえられないハグレ。トンボに差し込んでいくバゴンだが、2連覇で逃げていく。超重大重ねて、さあ、アジャプレペ、アジアジャン、勝ち抜き、超集中、勝ち抜きで置いていく。リンクを置いて、さあ、もっと引き上げる、反対が強い。さあ、クロスで、左足、押して、中段が、手段がの、超重大、下段重ねて、ハグレー取ってきた。さあ、しまってハグレー、毎日の大会でもやってるでしょう。さあ、この2人の勝率はちょっと分かりませんか。ハグレーさんは大内さんとかなりやってるので、皆さんは分かってるわけ。さあ、続いてね、ファーストストはしました。全然リードを広げる。おっと涼しい速い展開からブンブランに引いた。リードして中段を伸ばしている。そして中段速い、三冠狙い勝者グッター。またしてもそれはいい選択肢。中大大勝利。さあ割れポジションだ。さあ、ビッグ、あの暴れは強い勝ち。さあ、見ている、取り返しました。超中大、ちょっと一発が来たか。さあ、始まった、決まった、タイム。さあ、ちょっと若干したな、ゲラン、ゲラン、ガロン、足腰かけるバンバンチで死んでしまう、ゲラン。さあ、タワー上がる、怖いわ、伊勢が置いていく、アジッ、さあ、しかし暴れやすい。さあ、人間のハグレ、どっちだ、重ねていった。さあ、1B は MG とバレットが出る。さあ、前回、宿舎話、作戦会議をやってるぞ。さあ、対するは、俺はどっちですか。あ、この家はバッカロン。さあ、緑のバリッタ、ミキューズ、対するは、青いコースのバッカロン。さあ、バズーパッチチーム、これで投げていくな。さあ、バッカロンバリッタが先行していく。さあ、クールタイプバリッタが、なんとか、先手を取りたい形になる。さあ、バリッタ固めて、さあ、バリッタちょっと危ないが、ミキューズの方がうまくさばいていけるか。さあ、ここに飛び込まれて、モーメント、まずはワンダウン。さあ、両者確認。ダイビング、ただね、CS に耐える。さあ、いい姿勢を、いい姿勢を見せている。エルキューしたら、ガーロンのマーク、ダメージが取れていない。そして、弾いて、一気に大ハードだ。今のワンダウン。さあ、さあ、気を消せよ。さあ、いい動きができている。エルキュース。さあ、しかし、バズといえば、まあ、2点、故障でやっている。リカードで、故障を相手にしてるんだから。さあ、モーメントリッチがちょっと見えている、バッタが。さあ、ここも覚えて危ないから、きっちりカードしている、エルキュース。しかし、なかなか攻めに回らない。ババーも出して、まずはワンチャン、ドリエンス。時間は39秒。
さあ、バレットはゲージが1個ない。どこからだ。さあ、これはもう何で仕留めようか。こんな感じか。次へピースを見せるか。さあ、次ピースを食らうと、もうイメージになるか。はい、さあ、もうモーメント。B リーグ並んでいるので、コア君イーゼロは美味しいかもしれない。さあ、ボビーテイン、タイマー。さあ、カオスをくぐっていく、まず。バストスピンからのプレジャー、こっちダッシュからのプレジャーは、なかなかいい感じに打てる、決勝で。関東には最近はデカがいないので、バズがどの程度対策はできているのか。さあ、ボビーちゃん、これどうなった動きがどこに変わる。何を見たいものは全く分からないが、どれも分かる。さあ、カネダメージを取っていきたいが、バズが対応モード。さあ、序盤弾いて投げろ、足が暴れる、足が踊って、もしモーメント届かない。またしてもモーメントで2打点のバズ。さあ、この試合両チームに大きく影響を与えるであろう、この勝敗。さあ、ダメルがキルが押しているが、一人打ちが左か。さあ、シル、ここまで本当にバズッとした試合が増えていないような気がするが、さあ、不動からのイービル。さあ、戻ってきて、さあ、またしても不動、チェーンが届いた。さあ、ここに盛り返しておきたい、時間はまだ10秒。ハグレのタッチタッチ、さあ、タワーを上げて、ハグレが押していく。怪しい。さあ、シルが目まぐるしく動く、カンパス、イービル。さあ、奥目はいかなかった。さあ、今度は空中ガード。さあ、なかなかきっかけがつかめていない。マッチ。さあ、ここでワンタウンを取り返す。奥目はこうしたのね。これは重ねられなかった。さあ、踏み切れなかったぞ。さあ、シルにちょっとプレッシャーをかけているか。さあ、不動を食らわなければ、マッチに十分勝機がある。自分で戻して。不動からのイービル。最後の最後で不動。勝ったのはシル。さあ、ダブルは低く引き戦える。ガロンが出てくる。ハネマンガロン。ワンピーはハネマンガロン。ツーピーがシルのダブルと。開幕お互い下がる。さあ、両者空中の牽制が凄まじい、凄まじいぐらい技を出している。さあ、まず外から走る。シルはこれでゲージが溜まるか。さあ、若干がリードしているのはハネマンガロン。さあ、シルは突っ込んできたぞ。さあ、突っ込んできた。次をしのげるか。一度ジャンプ、イービルには反撃できない。逆は、アメリカはいけない。さあ、やはり天空は速い。シルここで位置が2回ある。ジャンプ中盤で右耳に落として、さあ、これデスボール反撃できず、ヘルツで引ける。いや、判定は強い、踊りと強い。さあ、投げは、投げには一旦打撃を重ねる。さあ、時間は50秒過ぎたのにね、両者まだ何も取っていない。アルバも今立ち回っている。ここでビートは白は全然きっちりガード発表できない。さあ、時間も40秒過ぎたの。ここでシールの天空が飾る。
ケジャパン、ワンチャンで一気に持っていかれちゃう。お折れたら負けだぞ。さあ集中してハイパー2連発。さあビットから、さあ上上にダイヤショックだ。さあ尻尾を送らせトライゲット。5-8打点数。さあ紛れたぞ。ここでビートを当てたいが時間は15秒なくなってきた。お両者ゲージは殺しきるようになる。さあビート一発目。さあヘルプデッキゲージシール。時間9秒。さあビースト、オリジナルビーストか。さあ虫取り、ラハンに時間が出る。ここだけでこれは逃げ切るか。